いけない子はダメですよ。笑うなって。そうだよね。笑っちゃ困るよ、あんた。ここまで散らかされてさ、怒んねえ親いねえで。自分が具合悪いのにさ。おかしいよ、これ。最低だよ、人間として。ほんで、臭いんだよね。紙袋が。私、臭いの絶対入れないからね。これはね、じじいとあのガキが使ってるから、臭くなるんだよ、なんでも。ね。落ち着いて何すもやってられねえじゃん、これじゃ。あんなバカに嫌いたんじゃ。そうでしょ。あんなバカ用はねえよ、あんた。あんな来るよ。どこ行ったんだか知らねえけどよ。よくやるほうがよ。あのクソったりよ。よくやるほうがよ。あんなもんじゃねえ。どこちょんねえ、あんた。もう疲れやって。昨日はお前が来るしよ。今日はガキが邪魔しに来やがってよ。クソ野郎。あんたバカだね。自分が配信すればいいじゃんね。てめえの女性野郎が。人の邪魔に来やがって、あのバカガキが。クソ野郎。まったく恐ろしいで、これ。はっきり言って。すごいよ。もうすごいね、うちはね、散らかしっぱね。どこもかしこも。ね。もうほんと。ありがとうね。ありがとう。ワッチ君、ありがとうね。ラブジュース、ありがとう。チンキさん、アンチ扱いにする。アンチじゃないよ。もうダメだ。これどこ行った？ああ、ひげえな、もう。私にこれ全部片付けさせるわけ。もうダメだ私。もう嫌だ。もう来なくていいよ、慎吾。あんたは必要ないから。あんなクズいねえから。よったやった。けどガキだよ。あのクズ。どうしようないよ。自分の片付けができないっていうのはね、人間じゃないからね、本当に。ここまでクズはすごいよ。これはひどいね。なんか音がしてんだよ。ムカつくんだ、あのクズ。よとやろうがよ。クズがよ。ああ、疲れた。なんか、落としてるって、あのクズって、そうでしょ。みんな散らかして、それっぱれだよ。すごいよ。ラーメン作って、じっとも片付けてないんだよ。こんな子いないでしょ。だらしないね、人間的にね。どうしようないんじゃない、このクズじゃ。こういうのクズだと思うよ、私。ああ、おことだ。ダメだ、足がおことで。歩けないんだよね。おいで、こう、椅子に座れば置きっぱれでしょ。なんでも。もう来ないでもらいたい。もういいから。こっち来ないでもらいたい、私。あの子いなくてもいいから、もう。あんなクズ。普通じゃねえから、あのガキ。よとやろうが、あのバカ。あの子いなくなればいいんだよ、クズが。あんたなんか必要ねえから。なんでも置きっぱれ、恐ろしいよ、もう。やんだってよ、慎吾。ちょっと来てよ、これ。持てないから。参っちゃうよ、私。みんな散らかしてさ。すごいよ。もういいから来ないでね、こっちに。もう来なくていいから、慎吾。もう来ないで、悪いけど。みんなくっついちゃってるから。ひどいよ、これは。もういいから、いいから。もうこっち来ないでね、一切。もうこれ、元に戻して。持てないんだよ。持てないんだよ。持てない。
きり今泣いた気がするんだけど。知らない私は。いい、もうこっち来なくていいからね。二度と来ないでいいからもうあんたに関係ねえから。ゆきり今来ないで。泣かなかった。関係ない。ゆきり知らない、もういいから、こっち二度と来ないで。ゆきり関係ねえから、みんなやりっぱなしだから。こんな子いねえから人生、こんなクズいないよ。もうたくさんだよ。来ないでね、こっちに。もう二度と来なくていいから。ほんとクズだよ。こんなガキいねえから。すごいよ、みんな張り付いちゃって。だらしない子だよね。すごいね。俺すごい僕と関係ない。知らない私は。知らない、もうあんたの片付けだけで十分。もういや、ゆきりが泣いた。こっち来ないでね、関係ねえ。あれ、なんでいないんだ。知らねえ、関係ねえ。ゆきり知らねえ、もう関係ない。あんたなんか必要ない。出てってうちを。やらないから。ゆきりが泣いた気がする。関係ねえ、あんたなんか関係ねえ。クズがよ、てめえの携帯持ってけよ、このバカ。てめえの携帯持ってけって言うんだよ、クズ。てめえの携帯持ってけっつうん、クズ。どうしようもね、人間だよ。すごいよ、買い物してもみんな置きっぱなしだよ、なんでも。すごいね、こういう子は。普通じゃないからね、はっきり言って。ここまでクズはいないからね。自分の片付けができないんだから。どうしようもないよ。自分で座った椅子まで片付けないね。こんな子いないでしょ、世の中。すげえな。最低だよ、このガキ。こんなもん必要ねえわ。ああ、やだやだ。こんなクソガキ抱えて。すごい、自分の携帯持ってってね。もう用はないから。あなたには。持ってって、自分の携帯。ここ置かないで。悪いけど。あんたなんか関係ねえから。食った紙からみんな置きっぱれ。すごいよね。こういう子いないから、人生。だから部屋もあんなもんなんだよ。普通じゃないよ。どう見たって。普通の人間じゃないよ。こんな予定やろ、いないよ。ああ、くたびれた。すっごい私迷惑、こういうの。気持ち悪い。こんなクズに嫌いって。たまったもんじゃね。関係ねえよ。自分は自分でやればいいで、配信を。うち、私のところへ来るな、もう二度と。必要ないから。こんなクズ必要ないよ。片付けられねえんだもん。自分で散らかしたもんが。普通じゃないよ。どう見たって。何のあのクズ。あの子いないよ、世の中に。あそこのクズはいないで。まず肝が入れるよ、ああいう子見ると。あ、大事だ。ああ、もう大事だ。どうしようね。普通じゃないから、私、体が。もう。ね、これもさ、飲んでやりっぱなしでしょ。汚い。あの子の飲みも私飲まないから、気持ち悪いから。このクズが飲んだもんは飲まない。氷は取るけど。氷は取るけど、こんなクソガキ、よと野郎が。ヘドが出るよ、こんなバカと言ったら。キモがいいから、あのクソガキ、よと野郎が。二度と来るな。二度と来るな、こっちへな。二度と来んなよ。もう関係ねえから。自分で肉じゃが作れば。関係ねえ。女クズといたら殺されるよ、あんた。殺されるよ。自分でラーメン作り、焼きそば作って全部片付けてねえんだ。すごいよ。椅子まで片付けない。すごい子だね。普通じゃないよ、こういうやつは。
普通の頭持ってない。こんなの普通の頭持ってない。こんなね、こんな怖いやつはいね。自分の家を最低人間だよ、この野郎。クソったれが、バカガキよ、クズ野郎が。あんなバカいないよ、あんた人生。ああ、すっごい大ごと。今日はすごい大ごと。なんで、あのガキを使ったら関係ねえよ。言って、赤文字だ。もうほんと嫌だね、落ち着かないね、こういうの。でもちっとも落ち着かない。私どうしたらいいか分からなくなっちゃったね。分かんないよね、落ち着かないよね、これじゃね。すごいね。もう来なくていいからね、二度と。こっちは自分で自分でやって、何でも関係ねえから。あんたみたいなクズはいねえから。すごいよ、片付けがちっともできてないんだよ、何使っても。こういう子いないから。だから座敷でも車でもみんなめちゃくちゃなんだよ。普通じゃないんだよ、普通の人間じゃないから。そうでしょ、こんなやついないよ。やっと落ち着いたい、このクズがいなくなってよ。よと野郎が、クズガキが、よと野郎、どうしようもねえや。 ありがとうね、買っちゃうね。ありがとう。今度は落ち着くわね。もうあの子が来るとムカつくから。人間みんな使ったもん置きっぱなし。カップラーメンの作ったあれ袋も全部置きっぱなし、破いて。カップも使いや片付けない。もうこんなもんに嫌われちゃ困る。私は必要ないから。こんなクズ、このクズ野郎って言うんだよ、世の中の。こんなクソ野郎いね。おじいはフライパン使って腐ったような匂い。私はここまでできないからね。もう人の使ったフライパンなんか片付けないよ、私。みんな使ってやりっぱれだもの。腐ってるよ、あのフライパン。匂いが。腐るでしょ、今。だらしね、本当に。クズ野郎で嫌がってよ。落ち着かねえよ、こんなクズで。ヘドガキで嫌がってよ。クソったりが。さあ、頑張るか。一人頑張れ、いいんだよ。あんなクズに嫌いちゃかなねえ、こっち。そうでしょ、具合悪くなっちゃうよ。うん。ああ、ごとだ。ああ、疲れた。ああ、疲れた。ね、もうドーナツも閉まっていいんだよ、もう。ね、バカだから。あのクソ野郎。もうろくでなしだから、やつ。はい、綺麗になりました。ありがとうございます。全部きれいになりました。うん、もやしさーミスタードーナツ笑うってね。うん、おかよーっこちゃん、息子さんクズなんて言わないでください。息子さんですよ、心が痛みます。じゃあ自分で作ったもん片付けなくていいわけ？全部あそこ全部置きっぱなしだよ。自分で腰掛けた腰掛けも置きっぱれだよ。ああいうのクズって言うんじゃないの。38で何もできないクズじゃないの。忍びさんご苦労様で、毎日暑いですよ。よしえさんってね、炭水化物さん、よしえさんお疲れ様ってありがとう。りょうくんナイスしましたってありがとう。ゆんちゃん夜は肉じゃがってね、うん。あゆみさん、予選に本当に大変だね。ありがとう。分かってくれてありがとう。大変ですよ。うん、元の場所に戻すぐらいは
していいですね。そうでしょ、うん、じゃあお茶碗も洗わないし全然ですよ。あ、焼きそば作れば全部カウンター置きっぱなし、剥がしたもんからちょっとひどいですよ、うん、アルピニスト肉じゃがまた汚されるよ。私もそう思う、うん、放置したゴミ信号の部屋に入れといてって。そうだね、コッコちゃんこんにちは、ナイスポチ、ありがとう、ふわふわちゃん、ヨセさん片付けお疲れ様って怒りたくなるよ、ふわふわちゃんね。作るだけ作って片付けしないんだから。全然ああいう子いないですよ。おかよっこちゃん、私も息子ご飯も作ってますがクズとは言いませんって。私クズだと思うよ、うん、何もできないクズだもん。あの部屋見て幻滅だよ。あの部屋にいる子供いないですよね。普通じゃないですよ、頭が。ああいう汚い部屋です暮らせませんよ普通ね。あのクズって言うんですよ、うん、あ、ママちゃん後します、全部妖精さんでも大変だって泣くですよ。のんのんちゃん本当ですよ、うん、ね、みんなそっかよ、飲んだもんとか。あとはね、作った時剥がしたやつ全部カウンター置きっぱなしね。で氷の袋も空になってる。だから氷の袋にさ剥がして作ったね、あの周りの、うん、セルハンとか蓋を中入れて捨てればいいじゃん。そういうことも全然しない。疲れました、うん、くたくたです、ね、こちらプリコさん、ヨセイさん、あ、このとこやってんでですねって。そう、逆転じゃねえ、まあ、泣くで、泣くって、ね、うん、ゴミ屋敷にするの母親は何、うん、夏は氷が匂いが気になりますからって。そうですよね。おかよ、よっこさん、よせさんが倒れた時本当に心配したよ、ありがとうございます、うん、ね、おことなんですよ、うん、倒れますよ本当にね、うん、ありがとう。炭水化物さん、せんべい食べてわっちらかしてなんかぶっついたらすぐこぼすね。そういうとこで私はね配信はやりたくないです。私はね、私嫌いなんです、そういう汚れたとこでやっても大嫌い、落ち着きがないね。やっぱりさ配信ってさね、散らかってるとこでやっても気持ちよくないよ。そうでしょ、私嫌いなんだよ汚いとこでやるの。何でもぶっ散らかしてさ、あっちこっち物置いてさ、そうでしょ。読んでちょっとぶつかれば粗相してくるげしたりね、あいつが来ると落ち着かないよ、うん、こちらいちごミルクさん、くずって言われたらやる気しない。そう、他人のリスナーさんにくずとか言われ幸せな気持ちになりますかって、うん、いちごミルクさん、よせさん気持ち理解できるからなんと言えないけど仲良くしてほしい気持ちだって。そう、そうだったらさ少しは片付けるんじゃないの。自分が散らかしたもんぐらい全部置きっぱなしだよ。あの作ったパックのあのセルロイドから蓋から全部だよ。氷もあれだよ、置きっぱなし。だからその袋にゴミを詰めました。私ほんで自分で使ったカップも置きっぱなしね。こういう子がいるんだから世の中にすごいなと思う、うん、まあいいわね、もうダメだからこういうこといたら。自分でね座った椅子まで置きっぱなし、すごいね。私が椅子をどかすってことはどんだけ大変かさ、足が悪いからさどうにもなんないんだよ、重たいしね。
私どうにもなんない本当に。もう来てもらいたくないこっちに二度と。肉じゃが自分の配信でやればいいんだ。そうでしょ、私の配信じゃなく自分でやればいいんだね、うん、送りボーンしましたって。ああ男がダメだからみんな、うん、おじいがやりました、おじいもダメ、いやまだ行ってないって言うんだから当番持ってったのに。あれもねちょっと地方だよ、もうね頼れる人はいないです、私このうちにはね。子供は持ってこない当番をね、当番は16日にもらうって言ってんのに、あーラーメン食いちゃうんだから絶対もうダメ。あこういうクズがいたんじゃどうにもなんない。うん、タクちゃんおじいさんまた酒飲んで帰ってくるから、どうかね、金は持ってねえな。ふみんちゃん産んで教育したのあなたでしょ、教育なんかしないですよ私働いてね。カッパマルちゃん姉さんとのさ34になりました、そうなん、こんな近く、うん、ほんと、うん、そうなん、うん、そうなん、ありがとうね、うん、よかったねカッパマルちゃんね、うん、ほんとおかよっこーって、私はシンゴさん大好き、シンゴさんが好きだからヨシエさんの配信見てる、ほら、うん、おいそうさん変な人いますね、うん、んちゃんあるはやもうすごく終わってるかな、あ終わってるね、2時半だもんね、うん、あもう3時半なんだ、ほんか、うん、ひのきちゃん教育なんかしてないダイナミックでーすぼったわ、うん、私教育してませんよ、父親母親が見てくれて、私は働きましたよ、離婚してるからお金の迷惑は一切かけてません。うん。父親母親にね、現金なんか使いたくありません。親が一生懸命働いて、年金もらう。そんな年金は私は一切もいらないって断ります。自分で働きました。ね。うん。吉田さん、流れ。子育てですね。ね。うん。子育てはね、親が見てくれた。若いから。ね、私が子育てしてるとさ、3人で遊んでることになりますよね。親2人とね。3人で遊ぶことないんじゃないですか。見てくれる親がいて。ね、お金を稼いだ方がいいと思います。私の考えです。ね、だから今があるんじゃないですか。私が頑張ってきたから。ね、私が普通に子育てしながら働いたら今ないと思いますね、私そう思います。うん、つまり吉江さん労働に集中したんですね。そうです、はい、あの親が見てくれた子供をね、うん、慎吾さんが何家を出てくと言ったらどうしますか、うん、出てってもらっていいですよ、うん、言わないから絶対食っていけないから、あの子、あの子食っていけると思いますね、うん、あの子は出てったらね、あのみんな荷物がきれいになるし、置いてったら、うん、片付ける人にお金払ってきれいに片付けて畳入れ替えます。あんな部屋ないです、気持ち悪いです、ね、うん、絶対出てがないと思いますよ、金がないから出てるわけがない。それぞれ家庭の流儀がありますからね、そうなんですよ、うん、弁護さん出て行くと、うん、うん、何で止めた、止めないよ今は、
よっちゃん養子にしてくださいって、そうようちゃんってね、うん、もやしさん出ているいけるほど立派になってほしいですね。そうです、もやしさんの言う通りです。はい、もやしさんの言う通り、うん、出ていけるほど立派になってほしい、その通りですよね。おもやしさん、あ、ちょっと前の話泣いて止めた、そんなことねえで、出てってもすぐ帰ってくるよ、あのだけ帰ってくるに決まってた、食ってけねえばあれで食ってけたら出てけばいいで、褒めて使わすよ、何もできねえクズだよ、あ、何もできねえクズだよ、あの野郎ずずしい野郎だい、その年金をめった下ろしてよ、200万ぐらい使われたからね、私自分の年金200万ぐらい私あったから、あんなバカと違うんだよ、金は本当に私あんなバカじゃね、いろんなもんじゃか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 買って常にガソリン使ってよ、働きもしねえ野郎がガソリン代だってタダじゃねえよって、一回で考えて買うんだよ、何でも何回も出てってよ、バカに決まってや。今はね、うん、あれだよ、夜帰ってきねえからいいよ、あのもん帰ってくるとね、あれだよ、クーラーが溜まったもんじゃねえよ、夏なのに長袖着てるバカだよ、最低だよ。ああ、確かに、マミちゃんありがとう、こんにちはって、マミちゃんナイスポチー、ありがとう、ありがとうね、マミちゃんいつもありがとう、ありがとうね、うん、アングルちゃん苦労が絶えませんね、本当ですよ、うん、おじいもんってちょっとおかしい頭が、うん、当番持ってったのに持ってかねえって言うんだよね、おかしいんだよ、ね、大磯さん慎吾はダメな子だいねって本当だよね、うん、おかよっこと、うん、今のヨシエさんの配信、慎吾さんのおかげにもありますよって、うんうん、私はできねえからね、それはわかるよ、でもさ、うん、私助けたことあるかね、いっぱい、私が全部お金取ってると思う、あんたたちそれ嘘ですかね、ね、払えないもんいっぱいあるから、あの子には配信にできるのは慎吾のおかげだって、おかしくないね、自分で配信してさ払えばいいじゃん、じゃあそうでしょ、違います、県民税も払わねえし自動車税も払わねえよ、私が全部払ってんだよ、わかる、今度は9月また来るよ、県民税が2期が4回払うんだよね、慎吾さんも吉江さんのできないことさせるべきだよ、そうでしょ、もやしさんね、うん、だからね、作ってもらったら片付けてもらいたいよね、最後までね、うん、ね、嫌なんだよね、私散らかって配信するって、うん、だってすごいよ、カウンターの上がほいで、クーラーは17、8度ぐらいにして、そんなね、金も取れねえよと野郎が、そんなにあれでしょ、節約して生きなきゃやっていけませんよ、何でも違います、うん、文句言わないで本人に言え、何出ていくハゲがってな、ハゲは関係ねえんだよ、もうハゲっちょは、わかる、うん、ハゲ関係ねえ、うん、ハゲ関係ねえんだよ、あ、いちごミルクさん小さい頃に育ててなかったから、今が子育てと思えばいいかもしれませんね、
ああ、そういう見方もありますね。確かにね、いちごみるくさんね、そうだね、うん、もやしさん、せんべい食べるのはすごい笑うって、そう、うん、歯がね、うん、まあマサユキ、マサユキリンさん、うん、え、信号は年金市民税自動車税国を払っているんですね。うん、払ってないよ、国民健康保険で私が下手にしたから私払ってますよ。うん、初コメってありがとう。うん、年金もかけてないです、あの子ね。こちら初コメさん、よろしかったらナイス、よろしくお願いしますね。ありがとうね。うん、ようちゃん、慎吾優しいですよってね、ほんと。いちごみるくさん、よせいさんの気持ち楽になることを願ってますので、上手言えなくて申し訳ない、とんでもないです。うん、ありがとうね、うん、ありがとう、うん、いちごみるく様ありがとうございます、ありがとうね。くうちゃん、よしえさん、血圧が上がるので肉じゃが作る配信はやめましょうね。うん、うん、血圧上がるよね、うん、この人アンチかな、アンチかもな、うん、しのびちゃん、とにかく片付けはして欲しいものですねって、ほんとね、うん、そうだよ、そうしたら文句言わないよ私ね。うん、さつきんさん、今夜夜肉じゃが配信予定ってね。うん、慎吾、カレー作ってほしいって、陽ちゃんね、うん、片付けすれば岩瀬さんもニコニコだってね。パンちゃん、慎吾さん優しいけど、いやー、何やりっぱなしは困るっぺよって、本当だよね、困るよ私も。梅ちゃん、カレーもまた見たい気がします、笑うってね。いちごミルクさん、子供の頃に甘えられなかった、今甘えてるのかな、あ、そう、あんなじあんなハゲに甘えられたら困るわよね、うん、あれ、うん、甘えてるってんじゃないでしょ、うん、だっては親が頼んでんだよ、お盆なんて年中ないよ、1年に1回だよ、16日って盆送りなんだから、当番もらってきなきゃ困るでしょ、行かなかったよ、何回言っても、自分はラーメン食いちゃったよ、そういうもんじゃないでしょね、うん、おじいが言ったんだよね、うん、あゆみちゃん、慎吾さん、片付けできる、でき、うん、片付け、つけまでする料理配信見たいですって、そうだよね、綺麗にね、うん、そう、機長さんちゃんとやってるよね、うん、よく料理やってるよ機長さんね。こちら、うわ、とんでもない、とんちゃん、ありがとう、ありがとう、あゆみちゃん、ありがとうございます、ありがとうね、とんでもない、とんちゃん、ありがとうございます、ありがとうね。みぞれちゃん、メガホンプレゼント、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとうね、うん、あ、こうね散らかってないとね気持ちが落ち着くのよ、さっきまでイラ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 してさ、足までねおかしくなっちゃうね、こうにやってねきちんとなってるとね気持ちが落ち着くからね、足もさちょっとこうずれてるのがきちんとなってるよ今はね、散らかってるの嫌なのね私ね、
なんかすっごい神経質。ちょこっとなんか怒っててもね、もうイライラするね、うん、本当だよね、うん、もこさん、ひんごさんがちゃんと片付けたら花火あげるって、そうなん、うん、うん、花火あげるって、そうなの、うん、ありがとうね、くーちゃん、よせいさん、暴言でパンになるとアイスができなくなる、出来じゃが作る配信やめましょうってね、アンチだねこの人、うん、かんちゃん、私も家族にやりっぱなしにされるから、吉田さんの気持ち分かります。そうでしょ、うん、OG が使ったフライパン腐ってるよ、匂いがする、私きれいに洗っといたんだよね、こういうだらしのない人間ばっかりだよね、うん、今腐るからね、ね、うん、牛のおびちゃん、家が綺麗だと気分がいいですね、本当ですね、綺麗なとこで配信するって気持ちいいよね、うん、わかるよね、あんな汚いとこで配信なんかできないよ、ちょっと覗くだけで気持ち悪いよ私、あの子の部屋ね、あんな汚い部屋見たことねえよ、すごいよね、今ね片付けやつがあるんだよね、長取るにね、遺品整理とか、うん、いらないもん片付けてくれてね、うん、あ、見積もり出してくれてさ、ああいうとこに頼んだらいいわね、うん、うん、しのぶしちゃん、お家が綺麗だと気分がいいってね、そうね、けいけいちゃん、よせさん、ナイスしたって、ありがとう、ありがとうね、しのぶちゃん、業者は料金高いでしょ、高いんだよねああいうとこってね、確かに、うん、高いよ、うん、私がね足を悪くなったら片付けんだけどね、無理だよね、うん、うん、えー、まあ相原さん、またお酒飲んで帰ってくるかな、どうかね、もう終わってるよね、2時半で終わりだもん、13、14、15、あーもうとっくに終わってますね、どうかね、女性さん、ようなのものがあふれてるよ、ゴミ屋敷に見える、そうだよ、ようますごいでしょ、うん、わかるよ、うん、前はこんなになかったよ、うん、私片付けたいんだけど片付けられないんだよ、いろいろね、うん、自分ではどうにもなんない、うん、豚小屋だよね、うん、向こうの和室もダメだしさ、うん、玄関もダメになった、うん、物がありすぎ、ジジイがね、うん、この杖と同じのもう一つ持ってったんだよ、しまわないんだよ、あとはね、うん、ワッチでもらった組み立ての椅子、うん、あれもらったんだよ、あそこ置いてあっても組み立てられないね、ああ余分なもんはいらないよ、うん、そうでしょ、余計さ、物忘れられない性分ですから、片付けの、うん、工夫が必要ですね、うん、そうだね、うん、確かに、うん、そうなのよね、うん、レアちゃん、こんにちは、あつこめ、ありがとう、うん、レアちゃん、あつこめの方、よろしかったらナイス、よろしくお願いします、ありがとうございますね、ありがとうね、ありがとうね、
クオちゃん、準備はできてますかってね、うん、あゆみさん、仕事行ってきます、また夜中やってたら見に来ますって、ありがとう、うん、あゆみちゃん、ご苦労さんね、ありがとうね、うん、お茶ありがとう、お茶ありがとう、暑くて大変ね、うん、頑張ってね、あゆみちゃん、うん、ありがとうね、暑いから気をつけてね、うん、お仕事ね、大変ですね、うん、マシュマロおーちゃん、何時からやるのって、うん、え、あれ、うん、全部落っことれちゃって、え、ダメな、食べながら喋ってるから全部が落っこっちゃったよ、ごめんね、うん、いちごミルクさん、あれ消えちゃった、ごめん、セイラちゃんこんにちは、ヨセさんって、はや早急に片付けましょう、笑うって、クーちゃん掃除機かけたって、掃除機かけられないよ私、無理だよ、だって立ってられ、自分が立つのがやっとに掃除機回せないよ、そうでしょ、うん、掃除機なんかかけられないよ、誰もかけてくれないよ、このうちのもの。だから私がゴミをこう、そう、トイレットペーパーで濡らしてまとめて、これで取ったり、あとゴロゴロ使ったり、私が片付けてますよ。ね、トイレもそうですよ。おしっこが引っかかってれば私が拭きますよ。みんな。あの二人は引っかけても拭きません。本当ですか。どうしようもない人間ばっかりだよ。ああ、ヨシエさん、今の肉体、掃除機は、至難の技だ。そうだよね。無理だよね。おかよっこちゃん、整形外科に行ってますか。いやいや、整形外科、私ゴリゴリです。前、うん、誤診されて、なお悪くなりました、うんうん、怖いんです、うん、ぐーちゃん、ゴミ出しはどうする、うん、ゴミ出しおじいがやってます、はい、ね、おじいがゴミ出しやってます、うん、じゃあ、ばんさん、しんごさん、とあやらさん、褒めまくったら働くよ、人は褒めてやると動くんだよって、そうか、そうかさ、うん、あんまり褒めるとこないけどね、うん、座敷見りゃわかるよ、うん、あんな汚い布団に寝てられるんだから大したもんだよね、およたおじいの部屋は散らかっていますか、散らかってますよ、うん、シーツなんか剥がしてある、よた野郎がよ、うん、おかよっこちゃん、整形外科コルセットを作って腰が楽ですよ、うん、うん、くーちゃん、病院、当時、何時から行くのってね。病院？病院行ってないよ、今。うん、予約するときは行くけど。23日、うん、違うよ。23、4日じゃねえね。23日だね。多分ね、うん、金曜日だと思ったね、うん、あれ9時、あれ何時だっけな、書いてあるよ、あれ、
予約の時間、時間書いてある。ずっと整形外科行くように楽になる。行かないと理由は何ですかって思う。だから前悪くつけられたから信用できない、落ち着く。綺麗になったとこで落ち着くよ。ぶっちらかってないからね。ぶっちらかす人って嫌いだからさ、人生さ、もう散らかった部屋見るだけで虫が走る気持ち悪くて。洗面所なんかもさね、髪の毛がいっぱいくっついてんのよ、頭とかして気持ち悪いね。一本でもいいや私。そうだね、しのびさん、綺麗な部屋ホッとするって。そうだよね、おかよっこさんね、今まだ腰が悪く整形外科行かないのって。不思議やーって。だから整形外科は怖い思いしたから嫌なんだよ。もこさん、誰の髪って、頭とかそんなじじいじゃね、じじいだと思うよ。くーちゃん、庭木のシルバーさん読んで綺麗にしようってね。すみさん、よせさん、こんにちは、ナイスポチですって。ありがとう、ありがとうね、すみさん、ありがとうございます、ありがとう、いつもありがとうね。今日も暑いですね、ほんと暑い、まいっちゃうね。40年前、整形外科に行った気でしょ。今は治るよ。ね、治るよ。あらーって。ともちさん、こんにちは。ナイスポチって。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。ともちさん、ありがとう。ありがとうね、いつも。218人の閲覧の方か。ありがとうございますね。クーさん、今度のデイはいつって。木曜だよ、木曜ね。15日に行ったんだから、15、16、17、18、19、20、21、22日だね、22日ね。アングルちゃん、ナイスどうぞって。ありがとう、ありがとうね。ともっちさん、暑い中毎日配信ありがとう。
とんでもない、うん、皆さん騒がしていつもありがこちらこそありがとうございます。ありがとう友知さん、うん、今日は行くんち今日はさ、うん、昨日15日か、うん、昨日年金、うん、私さつま揚げくんがあるんだ。さつま揚げね、うん、18日までからあれを気につけておかないとね、うん、あれもあるんだ。やすそば、やすそば食わないと、うん、もうやすそば食わないとな。うん、ありがとうございますね。ありがとう。もう分かっていて、分かってを使わせない。文句言う台本だって。台本なんか言ってねえ、このバカ。な、ムカつくんだ、この野郎。この野郎、この野郎、この野郎。こういう時どうすんだっけ、したやんだっけ、わかんなくなっちゃう。あ、ポテちゃん、おじいちゃん帰ってこないね。ほんとね、うん、14時20分だもんね、終わるんが14時か、違う2時半だから、うん、14時30分に終わってる。14時15、16だからね、帰ってこないね、うん、ね、うん、それが遅いですねって。ほんとね、遅いね。2時半に終わってるんよね、遅いね、確かにね、うん、どっか遊んでんじゃない、うん、パチンコ好きだからね、うん、パチンコ大好きだからね、うん、多分遊んでんだよ。パチンコ大好き人間だからさ、そうでしょね。年取るとね、怖いね、いろんな病気かかるからね。年取ると怖いよ。もっと普通に行きたいな。普通に歩けてね。きついよな。ジョー君、留置場の生活はってね。うん、留置場へ行ったことねえよ、私。うん、そういう生活ないよ。ね、嫌だよ、女。頭狂っちゃうわよ。ね、留置場へ行ってるんじゃ。外も見えねえし。嫌だよな、うん。そういう暮らし嫌だよ。悪いことしなきゃ、そういうこと入る必要ないし。そうでしょ、うん。悪いことすれば、そうなるってよ。な、悪いことしてねえからよ。な、悪いことをして人はそういうとこ入るけどよ、私は入らない。入る必要ねえべ。悪いことしてねえよ。な、嫌だよな、ああいう生活。外も見えない。人とお話できない。
やだね、一日が長いね、うん、ずっと寝てればいいかな、うんうん、一日長いよね、うん、それは、うん、ね、それは遅いですねってね、うん、遅いね、うん、どうしたんだってね、うん、あの人も自由だからね、いいのよ帰って遅くてもさ、帰ってくればテレビ見たりするから、いない方がいいわ、金かかってしょうがねえ、遅いね、確かにね、なんか寒いんだけどさ、なんでこんな寒いの、手が冷たい、困ったね、ちょっと夏さ、寒いなんつうのあれだよね、夏は寒いなんてあれね、贅沢ね、贅の沢じゃん、夏寒いなんて贅沢すぎるっぺな、そうだってよ、なんでもいいけどな寒いよ、ちょっと弱めるか、寒いっぺよ、あー寒い寒い、弱ってよ、これ温度がね寒すぎる、あー寒い、なんでこうなっちゃうんだろうね、事故だよねこれ、全部ひどいね、ひどいね、すごいよ、カウンターが汚い、髪がみんなくっついちゃってさ、どうしようもないよ、ちょっとおしっこしてくるわ、ちょっとおしっこしてきますね、悪いね、もうどうにもなんねえよ、おしっこしてきます、もうダメだからな、うちもクズ前だからね、みんなクズの集まり、どうしようもないよ、みんなカウンターにこうにくっつけちゃうね、雑誌が剥がれる、あーべちょいつくれ、ダメだ、あっちダメな、これここあっちダメ、あっちだ、蒸しあっちダメだな、ジジの靴下くせえから、
疲れた。歩くのやっとね。どっこいせーな、おーくたびれる、ダメだ、おーくたびダメだな、こうに汚しちゃうんだよな、みんなな、いでやな、ひどいよ、みんな汚しちゃうんだよ、こうやってな、こういうとこ直に置くからだよ、濡れたもの。みんなカウンターがね、ダメになっちゃう。しびれ。バカはこんなもんで。バカはこんなもんで。みんな汚すんだよ、カウンターを。黒いやつで。ダメだ、バカは。バカは終わりだから。バカはバカだけのもんだ。もっとやるんだよ、いいんだよ。もう私も。こんな長く生きねえから大丈夫だ。めったいろいろ買ってくんだよ、いろんなもの。笑うわ、本当に。ああ疲れた、体中が、ああ重さだ。もうダメだな、私も本当に。汚ねえな、すごい汚ねえ、勝手が誰も数えてねえから、すごいな、誰も何もやらないと思うじゃねえ、すごいなと思う。片付け一切やらないから、自分でフライパン使ってもやめん、すげえなと思う。私はフライパン使ってできねえんだ、普通じゃねえよ。自分でフライパン使って腐ってるよ、あんた匂いがね、うん、もう本当にスイカなんか買ってきてもらいたくない。スイカは私切るのやっとだから、ぐらぐら腰がして種は落ちるし、もうスイカは一切やない。もう何も買っても来てもらいたくない。ああ大事だ、立ってるのやっとだよ。どっこいせーっと、どっこいせー、ありがとうね、ありがとう、あら、おならが出た、おならも出るわね、おならも出るよ。おならも出る、ありがとうね、ありがとう皆さん、悪いね、落ちっこしてきた。おなら出るしさ、どっこい、足がどうなってるのかわかんないけど、もう気になんか怒ってるわ、汚いね。ありがとうね。クーラーは18度ぐらいでかけるし、もうどうしよう、猫だ。まあしょうがねえな。しょうがねえよ、ああいうバカっ子は。何もできねえんだから。愚痴も言いたいよ、あんた。うん、あんなバカ野郎。ありがとう。こちら。え、開けた。妖精さんどこってトイレ。トイレ行ってきた。これいつも。ありがとうね。ポップキャンディーさん。倒れたって。初コメって。ありがとう。初コメさん、よろしかったらナイス、よろしくお願いします、ありがとう。梅ちゃん
出ますよねって、ありがとう、うん、ふわふわちゃん、よせさん、おかえりなさいって、まちょこちゃん、ナイスをしました、よせさんって、ありがとう、まちょこちゃん、いつもありがとう、今日も暑いね、まちょこちゃん、うんね、あ、いやいや、体大事にしてね、まちょこちゃん、いつもありがとう、ありがとう、あ、かっぱまるちゃん、ナイス1位になりましたよ、え、肉じゃがやれば行かれても多分1位ですね、本当ですか、うん、本当かっぱまるちゃん、本当ありがとう、パニパニちゃん、ナイスポチって、ありがとうございます、ありがとう、サーモンのあるあるちゃん、こんにちはって、こんにちは、うん、こんにちはね、ありがとうね、みんな1位になればいいけどな、いや、こんにちはってね、ありがとう、うん、皆さんよろしかったらナイスよろしくお願いしますね、うん、ナイス1位になりましたって、そうかっぱまるちゃん、ありがとうね、うん、うん、いつも12時になると2位になるんだよな、うん、でもあれやればいい、うん、ありがとう、くーちゃん、世界の馬さんが閲覧、え、1400だよって、本当、うん、本当、うん、1400も見てんの、本当、うん、私のところに来てくれた人だよね、世界の馬さんってね、うん、すごいね、1400、ゆりこさん、ってね、うん、すごいね、なんで閲覧そんなにあるのね、うん、くーさん、なんでそんなにあるの、なんかの、なんか特別なことあるんかしらね、うん、馬さん特別なことあるんかしらね、うん、どうなんでしょうかね、うん、ゆりこさん、よせさん、応援隊ってありがとう、ありがとうね、うん、ね、うん、すごいね、みんな閲覧1400万だ、すごいね、特別なことをすればあるのかな、よせさんってありがとう、ありがとうね、うん、今トイレ行ってきた、うん、しほさん散らかすから嫌いよ、散らかす人嫌いなの、散らかしながら料理やるってね、私嫌なのよ、スイーツ姫様、夜はしほさんもラジオ、あ、体操とかしたらいつか増えるかなってね、そうなの、うん、私ラジオ体操、スイーツ姫様、夜はしほさんの肉じゃ楽しみですねって、そうなんですか、よせさん、ラジオ体操ってね、足と腰の位置が違うねってね、泣くってね、ウーロン茶か、ウーロン茶って苦いね、うん、苦いっぺよ、うん、片付け大事だねってね、うん、あ、疲れた、うん、ありがとうございますね、うん、192名の閲覧の方、よろしかったらよろしかったらナイス、よろしくお願いします、よろしくね、ありがとうございます、ね、ああ疲れた、この体がねこうなってなっちゃう、覚えてたね、体が覚えてどうしようねみたいな、普通だったらねこんなナイスなお腹きつくねえんだけど、大事なんだよね、うん、
またおっことりさん。人情おっことりさん。せんべい。いや。何見えねえ。188名の方、うん、ありがとうね、うん、183名の閲覧の方、よろしかったらナイスナイス、よろしくお願いしますね、うん、ね、うん、449ナイス、ありがとうね、49か、もう4時半か、5時半6時半あと2時間か、疲れた、ありがとう、うん、こちらふわふわちゃん182人の閲覧の皆さん、ナイス、お願いします。夜は肉じゃが作る配信するかもしれません、ありがとうね、くーちゃん449だって、ありがとう、ありがとうね、うん、ありがとうね、うん、パナシのおじいちゃん、ナイス、あげてけあげてけってね、じじいだよこれ、うん、じじっぺの顔だんべ、うちの江戸じじいね、うん、ありがとう、梅くんどうも、ありがとう、ありがとうね、うん、梅くん、よろしかったら、ナイス、ナイス、よろしくお願いいたします。まあ、うん、見たことあるって、梅くん、本当、うん、私見たことある。私のこと。ここでね、って、そうか。うん、ここで見たことある、うん、そうなん、ありがとうね、うん、見たことあるって来てくれたってことだね、ありがとうね、うん、ありがとうね、うん、ありがとうね、うん、はい、4時32分か4時半か2時半、3時半、4時半じじけっとこねえな、パチンコだんべ、どうせな、うん、年金が下りればパチンコだっぺよ、どうだっぺな、うん、ありがとうね、うん、眠くなっちゃった、うん、はぁ、あ、おばさだ、1000ナイス超えるのみたいですって、うん、そうね、料理あれば行くんじゃないかな多分ね、うん、そうね、最近取ってないもんね、1000をね、うん、前は1000ナイスよく取れたけどね、そうだね、うん、くーちゃん、ゆうたろうさんが配信してるから、よしえさんも見てあげてってね、うん、うん、見いけねえんだよ、私は自分の今やってるから、そうだってな、無理だってよ、夜見てるよ、よく、ゆうたろうくん、うん、そうなん、うん、ゆうたろうくんよくね、ナイス推し来てくれるからね、そうだよね、うん、
当ね、うん、あちこちが痛くてしょうがねえな。あ、おごとだ。座り方でおごとなんだよな。体が悪くなっきゃね、どうすことねえんだけどな、配信は。体が悪いからな。あ、ありがとう。ね。162名の閲覧の方、よろしかったら、よろしかったら、ナイス、よろしくお願いしますね。ありがとう。あゆめくん、YouTube、息子さんと喧嘩してるの。見たことありますよ。そうなんですか。うんと、うん、YouTube か、うん、私 YouTube やってねえんだけどね、勝手に誰かあげるんですよ。私やってねえですよ YouTube ね、うん、ありがとうね、うん、なるほどってね。そうなのよ梅くん、うん、ね、誰かがねあげるのよね、だからね、わかんないんだよな。それ見て来てくれる人もいるしさ、いろいろだよな。そうだよな。ありがとうね梅くん。梅くんよかったらナイス、よろしくお願いしますね。梅くんね、梅くんって可愛いじゃんね。失礼しますね。はーいって、ありがとう、はい、失礼しちゃいますねってね、うん、はーいって、ありがとう梅くんね、うん、ナイス、よろしくね。よかったらね、よかったらでいいわよ、無理じゃないからね。ありがとうね梅くん、梅くんありがとうございます。ありがとうね。はーいはーいってね、梅くんってゆりこさんね、うん、あ、パナシ、パナシのおじいちゃん YouTube わしと喧嘩してる動画もあるよってね、うん、あと話し話しのおじいちゃん出たね、うん、うちのじじっぺだっぺよ、まだ仕事から帰ってこねっぺよな、うん、話し話し何でもやりっぱなしだから、話し話しだんべ、そうだっぺな、うん、はあ、何でもやりっぱなしだもんな、うん、テレビの電源置き、歯置きっぱれ、あ、リモコン置きっぱれ、酔っ払いは放り投げてリモコン壊して、あ、ガムテープで貼り付けてある、よたじじいだっぺよ、そうだっぺ、うん、梅くん嫌だな信号ってね、うん、嫌いだな信号ってね、うん、今日はあれかい、うん、ゆりこさん、梅子、ペーピー、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうね、うん、ありがとう、いやだ信号ってね、うん、ほんとね、うん、173名だ、ありがとうね、くたびれた、今日疲れたよね、うん、たまちゃんどこにいるんだろう、知らないんだよ私ね、ここでやってるだから、たまちゃん知らねえで、どこにいるんだか、外暑いだっぺな、うん、かわいそうだっぺなあ、たまちゃんかわいそうだったよ。ねえ、うん、あ
暑いよ外はね、うん、クソガキよさガキヘドガキヘドやろってな、疲れちゃったよ。ワフワちゃん、タマちゃんどこ行ったのかな、わかんないね。私ここにずっといるからさ、シンゴがなんか誰か出したのかな、わかんねえよ。かわいそうだってな、暑くってな。タマちゃんかわいそうだよ、母言うからよ、かわいそうだって、入れてやんねえとよ、ねえ、大丈夫かさ、かわいそうだな、くたびれたな、信号が来ると、どうしような、これ、フライパン洗った方がいいの？臭いんだけど、ねえ、やだね。臭いんだけどフライパン困ったね、洗った方がいいのかな、どうだろう、フライパン臭いのよね、嫌だね。だって使ってさ、今日は台風過ぎて40時帰ってよってな、そうだってな、話のおじいちゃんってな、おじいちゃんフライパン使ったら洗わなきゃダメだってよ、なんでこれ置いとくんだよ、あんたが使ったってよな、オラに洗わせんじゃねえよ、エラ疲れるんだからよ、そうだってもう仕事終わってるよ、2時半だから、どこにいるんだい、パチンコかい、ふわふわちゃん、相当暑いですからね、一休み、一休みね、ないと肉じゃがも疲れちゃいますよね、そうですね、一休みしないとって本当だよね、話のおじいちゃん、ごめん、今パチンコ屋で進んでるよってね、バカ野郎がクソやろ、パチンコ屋で涼んでるんかよ、なんでフライパン洗わねえんだよ、自分で使ってよ、そうだって自分で使ったら洗うんだよこの野郎、高菜ちゃんフライパン匂うなら水入れて火にかけ沸騰させ殺菌してから洗った方が良いかもですよ、そうですよね、ねえ、そりゃそうだよね、しのびちゃん、およたおじいパチンコや給料すっからかん、笑うってね、ほらね、すっからかんのじじってな、よたじじいだってな、わかるだろ、よたっぺじじいだよ、へどじじい、へどじじい、まあ、ほんとすっからかんのおかんだよな、なんでもすっからかんのおかんじゃ困るよな、頭もすっからかんじゃね、どうしようもねっぺよね、どうしようもね、じじいだっぺよね、困ったねなんで肉じゃが作るの、肉じゃがってさ、痛むんじゃないの、この暑いのに作って大丈夫、困ったね、毎日肉じゃが食ってねえと腐るわよ、どうしようもないよ、くさびちゃったよ、よさじじい、あ、タハラさんナイスポチって、ありがとう、タハラさんナイス、ありがとう、ありがとうね、タハラさんありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、嬉しいな、ありがとう、ナイス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 のお話は、ねのねってね、
部屋は散らかり、頭と財布はさっからかんだってね。そうだってな、日本人さん、妖精さんのナイスは、寿命が伸びる。あっぱれ、ありがとう。あっぱれ、ありがとうね。フライパンあったほうがいいんかい。やっちゃったな、これは。いや、なっちゃうな。疲れちゃっても。寿命が伸びるって。ふわふわちゃん、慎吾さん決めたのですね。味をこくつけ、冷蔵庫に入れたらなんとか持つと思いますよ。そうなの。ありがとうございます。ありがとうね。日本人さん、ゆうせいさん、そこは熱くないんですか。全然暑くね。寒いよ。寒いね、ここね。寒いよ。ふわふわちゃん、リンゴが決めたんで。味を濃く。19歳は寂しっぺよ。でも19度は寂っぺよ。でも寒いね。睡眠、眠気、目覚めにフライパンでも洗ってやりますの。眠そうだねって。そうなのよ、妖精さん、疲れちゃうから、フライパンもう少し後にしようってね。疲れたな。慎吾汚したの洗ったからな。そうだってな。全くジジイよ、フライパン。くせんだよ。全くよたジジイだな。江戸じじ、くそじじってな。よたじじやろってな。気持ち悪いな。腐ってるね。匂いがする。気持ち悪いわ。じゃあ沸騰しますね。ちょっと沸騰してさ。ああ、音だ。参ったな。うん。ありがとう。妖精さん、疲れちゃう。くーちゃん、フライパン洗って。よたじじいの、おじいフライパン洗いやな。そうだな、しのびちゃん、くそじじいだよ。よたっぺやろうよ。江戸じじい、くそじじいってな。よたじじいやろうってな。お片付け配信してって、ありがとう。お片付け配信でいいかい。ちょっとやるかい。じゃあ疲れたっぺよ。疲れたよ。フライパン、この間の弁当焼いてたんで。や、本当、見たの。私さ、で言ってたからわかんねんだよ。そうか、あれ焼いてたんだ。9日のバカジジイが。よってやるわよ。放射南弁でみてえなじじいよ。江戸じじいがよ。クソじじい。江戸じじいってな。よたじじいやろってな。全部妖精さん片付けるだよ。よたのせいでってね。そう。
さつま食べるね。あと一つやろ、うん、こんなに食えねっぺよ。食えるかよ。こんなに食えねっぺよ。そうだっぺ。フラパン熱いからよ。今温めたよ。嫌なんね。使ってやりっぱなしとは嫌ね。うちのは誰もやんねえからよ。ジジもやんねえし、シンゴもやらねえ。みんなクズの集まりよ。どっちもさ、エロジジイだよ。どっちが金持ってじゃ帰ってこないし、いつものパターンだってよ。そうだって金持ってじゃ帰ってこねえよね。なあ、年金降りたんべ、ジジイがよ。エロジジイが、クソジジイ、エロジジイってな、ヨタジジイやろってな、ヨタクソジジイのヘドジジイやろってな。これ割れないな。ちょっと置かねえとさ、怖いな。熱いからよ、フライパンが。な、やけどしちゃうで。ちょっとな、沸騰させねえとよ。フライパンの前によ。あとよ、あれだよ。やかんが油だらけだよ。ジジイがフライパン使ってよ、ヨタジジイが。何もできねえんだ、クソ野郎だ。ジジイがよ。ヘドジジイ、クソジジイ。どうしようねえ。うち攻めえかんねえ。嫌なっちゃうね。フライパン使ってもさ、油が飛んでんだよな。あれに気持ち悪いな。やだな、やだな、このクソジジイ。汚ねえよ。ヘドジジイ、クソジジイってな、ヨタジジイやろってな。フライパンね、使ってね、やかんがね、油だらけ、気持ち悪いな。真っ黄色だよ、やかんがよ。私がね、使いはこんな真っ黄色にしねえよ。バカ野郎べえだよ。どっち見てもよ。ヘドジジイがよ。何もできねえんだよ、クズだよ。クズはもうダメだってよ。どっこいせ。クズジジイ、ヘドジジイ。クソジジイやろってな。おじが帰ってきたかい。クソジジイ、ヘドジジイ。クソジジイやろってな。水で使ってもね、水が入れないみたい。ちょっとやるんで、自分で使ってもな、水が入れない。クズやるわけね。ヘドジジイ、クソジジイってな。どこにしてない。フライパンもあらねえ。使ってもよ。みんなそうだよ。片付けやんねえから、このうちは。帰ってきたかい、ジジイが。ヘドジジイ、クソジジイってな。ヨタジジイやろってな。クソタレジジイの。おじさん帰ってきたん。しんごか。誰か帰ってきてな、今な。どっちも予定あるのからいいけどや。ヘドジジイ、クソジジイってな。ああ、私、おじゃねえんだで、これ。拭くのが。油が跳ねててよ。どうしようねってよ。ヨタジジイやろうってな。疲れた。危ねえかんね、これね。暑いからさ、うっかりどかすまで。危ねえよ。まったくひでえな。もうこのうちはダメだ。誰もやんねえから。何
誰もやんねえよ。自分でやったことに対してよ、責任がねえんだよ。よたっぺいべで平等じじくそじじってな、よたじじやろうってな、どうしようもね。会うことだ。少し冷めるまでも置いとくか。あ、くまちゃんだって。くまちゃん、たまちゃんだよ。くまちゃんじゃねえで、たまちゃんだよ。くまちゃん、くまだろ。へのじじ、くそじじってな、たまじいじやるってな。たまちゃんどこいた？たまちゃんどこにいた？どっか行ったんか？たまやん、たまやんちゃんどこ行ってた？疲れたな。慎吾が入れたんかい、たま。おじいさん帰ってきたの？え？帰ってきたん？あの記帳はいつやってくれんの？郵便局のよ。今日はいらねえか。ヘロジジクソジジってな、ヨタジジやろってな。今フライパン洗うべと思ってんだけど、洗えねえんだよな、まだ。しょうがねえやな。まっちゃいな。フライパンが汚れてんだよ。誰が使ってよ。誰が使ったんだか知らねえけどよ。どこの誰だか知らないけれど、誰もがみんな知っている。月光仮面のおじさんは正義の味方だ、いい人だ。あやてのように現れて、あやてのように去ってゆくと、月光仮面は誰でしょうってな。月光仮面のおじさんは正義の味方だ、いい人だ。ああ、そっち何行くの？起床する？起床はしてきねえでな、多分な。まあいいんだけどよ。話がねえよ。全然話さねえわな。どうしたんだろうよ。フライパンも洗えないね。使ってもよ。まあいいけどよ。いいけどや。ああ、くたびっちゃったよ。さあ、フライパン熱くってダメだ。ちょっと待ってるわ。フライパン熱くってね、洗えねえよまだ。やけどしちゃうよ。ああ、音だ。あ、ありがとう。パチンコ負けて帰った。じじってな、うん。くーちゃん、お仕事お疲れ。とりあえずビールでも飲んでください。ふわふわちゃん、よせさんのそばにいる冷蔵庫のところってな。たまちゃん、ほんと？あ、たまちゃんだ。ありがとう。ほんと、たまちゃんいた？ほんと、おじいどこ行ったんだよ、あのじじいよ。返事がなくてよ。そっち何、買い物行くの？
さっき和室の方に行ったみたいだって、そうなん、うん、眠かったら何か食べたらってな、うん、眠くねえけどさ、別にフライパンあれねえと汚いっぺよ、うん、ありがとね、うん、眠かったって、眠くねえよ、うん、寝てる場合じゃなかっぺよ、あおじいどこ行ったんだよ、クソ野郎がお前、ヘドジジイ、お前クソジジイ、ヘドジジイってな、やったジジイやろってな、返事一つもない、しないヘドジジイってな、プリコさんあんまり食べる、学流性食堂へ、あかしちゃうね、そうだよね、泣くだよね、そうだよね、プリコさんね、もし健診さん、妖精さん、お盆は忙しいよってね、忙しかったよ、お盆な、もう終わったってよ、ありがとう、ありがとうね、うん、ありがとうございますね、うん、181名もっち健診さん、親戚中お中元配りに来るってね、お中元うちそういうのやんないよ、もう、うん、お互いにね何もやってない、そうそういうね感じになってる、うん、前はやってたけどね、そうなんですよ、ね、ね、もうね、そういうのはね、卒業しちゃったのよね、ね、本当だね、まったくね、あ、疲れた、こちら、ゆなちゃん、風船、ありがとう、ゆなちゃん、風船、ありがとう、ゆなちゃん、風船、ありがとう、もち健診さん、お仏壇ないのですか、ありますよ、琴音ちゃん、妖精さん、こんにちは、ナイス、ポチって、ありがとう、ありがとうね、ナイス、ありがとう、もち健さん、ナイスって、ありがとうね、ありがとう、もち健診さん、ありがとうございます、ナイス、ありがとうございます、ありがとうね、ほんとナイスが命なんですよ、私はありがとう、メガホンプレゼントってありがとう、もし健診さん、メガホンありがとうございます、ありがとうね、もし健診さん長生きしてください、ありがとうございます、ありがとう、リカさんって、え、なに、うん、ありがとうね、177名の閲覧の方、おじいさんもう行っちゃったんかね、会えんな、どうした、おかしくね、おかしいな、どうしたっぺよ帰ってきてよ、おい、いるの、今日買い物行くん、行かねん、あ、言わねえんだと、じゃあ貴重もしねえってことだな、疲れたんだな、長生きしてくださいって、ありがとう、よった、じじ買い物行かねえのかな、行かねえっぺよな、行かねえっぺよ、参ったねフライパンいつ洗おう、困ったもんだってな、うん、いいか、まだ少し冷ましといてねえ、俺のやることべえだ、まいっちゃう、俺のやることべえだよ、人生ねえ、疲れたね、だどこの誰がフライパン使ったんかわかんない、私はどこの誰だか知らないけれど、だ誰もがみんな
知っているってフライパンでも洗っとけよたーじじってな本当だってなよたーってなゆり子さんうるさいなってな、うん、疲れたよ信号にも疲れてずっとぶち抜かされてみんな俺の片付けんのこんなかわいそうな女いやしねどうだってどうしようもねってよ、うん、疲れた、うん、花ちゃんキャットフード食ってるわかる、うん、たまやんね、うん、たまちゃん来たってって来たよ、うん、かんちゃん来たよたまちゃん、うん、たまちゃん食ってるよね、ほら食ってべ、うん、見えるっぺ、うん、たまちゃん可愛いってよ、みなさん、よろしかったら、たまちゃんにナイス、ナイス、よろしくお願いしますね。たまちゃんにナイス、たまちゃんにナイス、よろしくお願いします。ね。ありがとうございます。はい。ありがとう。あーと、あ、減った。ありがとう、押してくれたんだね、うん、ありがとう、うん、みーちゃん、たまちゃん、あき、弱さない、あれ、こぶたちゃん、あら、あら、ありがとう、こぶたちゃん、ご無沙汰してます、お元気ですか、暑いから、お体、ご大事に、ありがとう、ありがとうね、こぶたさん、サムネ書いたよ、わかった、わかったよ、うん、セーラー服の子豚ちゃんでしょ前の、ありがとうのりこさんとかいっぱいいるんだよねありがとう子豚ちゃん、うん、変わったんわかったあの子豚ちゃんかなと思ってセーラー服のこういう子豚ちゃんそうだよね、うん、ありがとうね、うん、ありがとうお前がお前がお前がアラブの石油をウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンクそんなさよありがとうございます。こぶたちゃん。花火。花火。ありがとうございます。こぶたちゃん。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。こぶたちゃん。ありがとう。こぶたちゃん、かわいかったよな。セーラー服着てんだよ。で、こうやって手伸ばしてね。うん。ほいで、のりこさんとかいっぱい飼ってるんだよね。こぶたちゃんね。うんにゃんにゃんをさ、うん、みんなにゃんにゃん元気ですか小豚ちゃんねありがとうございます私と多分あの小豚ちゃんだと思ったうんサムネ書いたよってわかるよ、うん、ありがとうねありがとうね、うん、あ毎日暑いからお体気をつけてください小豚ちゃんありがとうございますありがとうねもぐもぐちゃんいくつになっても家事は女の仕事ですねそうなのカンタちゃんタマちゃんかわいいよってありがとうあつこめって言っちゃったわよねカンタちゃんよろしかったらナイスよろしくねうんありがとう、うんナイス増えてるね。うん。たまちゃん来たら。ありがとうね、みんな。ありがとう。うん。たまちゃんかわいいってね。しのびちゃん、お前が忘れられない。さすがですってね。うん。よりこさん、よしって。よりこさん、男も手伝って。欲しいね。家事って、そうだよね。うん。カイラちゃん。こんにちは。ナイスしたよ。ありがとう。
ありがとう、カエラちゃんもいつもありがとうございます。ありがとうね、カエラちゃん、ありがとうございます。ありがとうね、皆さん、うん、あ、増えてきたわよ、嬉しいわよね、ありがとう。ほんと男は自分勝手だってね、そうだよね何もしねっぺん、そうだよ、フライパン洗うんだけど熱くってやけどしちゃ困るからね、そうよね、ありがとうね、だんだん増えてきたわよ、嬉しいね、473ナイス、ありがとうございます。あ、こぶたちゃん、あらあら、今度はこぶたちゃん、前のこぶたちゃんだ、ありがとう、こぶたちゃん、ナイス、押しとくね、またねって、ありがとう、線香花火、ありがとう、こぶたちゃん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、こぶたちゃん、ありがとう、あ、懐かしいな、ありがとう、こぶたちゃん、ね、もうずっと前からだもんね、こぶたちゃんね、ありがとう、線香花火もありがとう、こぶたちゃん、暑いから気をつけてね、のりこさんもいるんだよな、にゃんこでね、そうだよね、ゆりこさん、こぶたちゃんナイスってね、ありがとうございます、ありがとうね、りょうくん、なばい覚えてください。何、りょうくん、名前覚えてくださいって。りょうくん、覚えるよ。ね、だ、大丈夫だよ。ね、ありがとう、こぶたちゃん、ありがとうね。ゆりこちゃん、ゆりこさん、こぶたちゃん、ナイスってね。ありがとう。なーにって、ゆりこさん。ね、ありがとうね、綺麗ね、線香花火ってさ、小さい頃よくやったよ、真ん中のがポトンと落ちちゃうともうダメなのよね、最後までこうしてないとね、ほんでパッ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 ってね、綺麗だったね、私線香花火が一番好きだったかな、いいね、風流でね、子供の頃よくあげたよ、線香花火ね、思い出すよね、本当にね、嬉しいね、なんかいろんな花火あげたな、子供の頃バケツ持ってってさ、あげてさ、終わるとバケツにつけとくのよね、危ないからね、あの時はまだどこも悪くねえな、若かったからね、今ね、ああ元に戻りたいなね、ありがとうね、かわいいな、こぶたちゃんかわいいよね、のりこさんっていうわ、あのにゃんこもいるんだよね、よく覚えてるよ、確かね、のりこさんとね、あと、ま、なんだっけ、いろいろいるんだよな、なーにーってゆりこさん、こぶたちゃんナイスって、ありがとう、ありがとうね、あ、いや、475か、あと25で500ナイス、ありがとう、ありがとうね、今日料理配信やればあれかな、やるかな、しんごさん、松潤ちゃん、こんにちはってね、松潤ちゃん、こんにちはってね、松潤ちゃんはさ、
あれだよね、松本なんだっけ、あ、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、松潤っているじゃん、俳優でいるよね、あー言ってね、松潤ちゃんさ、ナイスが押してくれてるんかな、ナイスが増えてねえんだけど、うん、来るだけかな、うん、よろしかったらナイスよろしくお願いしますね、ね、うん、ナイスが増えてねえんだけど、うん、475だよ、うん、うん、松潤ちゃんナイスよろしくね、やり方わかんない、そうなん、あのね、右下のね、ナイスボタンっていうのがあるんだよ。これでね、ポチってね、右下を押すと、あのオレンジ色の手のマークがある。それを一回押してもらえばいい。うん？あ、増えた。増えましたね、プリコさん。うん。ありがとう。ありがとうね。うん。